どうもおはようございます。どうもおはようございます。春です。皆さん春といえば何でしょう。出会い。ああそうです。別れの季節であると同時に出会いの季節である。出会い。皆さんね、大学生はデートすると思うんですけども、デートするときに恋愛経験の浅い君たちはこう思うでしょう。金をかければいいんじゃないと。いいご飯ご馳走するとかね。そう、かつての俺のようにとりあえずいきなり初めのデートでビルの最上階のめちゃくちゃいいレストラン連れて行って自爆するっていう。やりすぎ。僕にもですね、そういう黒歴史があったんで、今回はねそれを踏まえて逆に安くてもデートできるだろうということで、今回は100均のものだけでデートプランデート。もう罰ゲームに近いこの役をやってくれるのがプロマリちゃんという。100円のものを買ってきたんですけども、100円のものだけでデートをして、どっちが真のデートマスターかっていうのをピロマルちゃんに決めてもらって、負けた方で罰ゲームはないんですけど、勝った方はピロマルちゃんのツイッターが1週間ピロマルアット丸々に片思いっていう。ピロマルのアカウントが、そうどっちにしたって絶対騙すぎる。しかも最後自分で選ぶやん。だからどっちにするか。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、メイキットバスボービス新春デートショー、お相手しましょう。お手柔らかに。ごめんピロマル、電気の配管工事終わんなくて。大丈夫ですか。後で電気おごるから行こっか。どっか行きたいとこある？ピロマルってどういうとこ好きなの？え、でもピクニック場所とかはピクニックとか好きですよ。あ、ピクニックね。大丈夫、そんな需要にもう答えてある。あ、やっぱ今日のプランは、いや森だね。あ、大丈夫。あ、ちょっとピロマルちょっと雨嫌い？そうですね、かかりたくはないです。大丈夫、そんな時にいい100均アイテムあるから。よかった。よし、じゃあこれで雨もなんとかなったことだし、俺のおすすめデートスポット、スポット行こうか。はい、なんかさ、自然感じたくない？そうですね。大丈夫、ほらぶどう狩りしよう。いいよ、撮ってみな。危ない危ない。こいつ。よかったな。ありがとうございます。俺が守ったよ、この俺が。この俺が守ったんだよ。ありがとうございます、あなたを。じゃあ、もういで。ほら。あー、いいの取れたね。取れた。ちょっと食べる？そう、あ、苦味あるでしょ。はい、この苦味はピコリンって言って体にはとっても悪いんだって。あ、ちょっと待って、なんかあるよ。なんだろうこれ。何ですかそれ。好きだね。なんか一応持っといてそれ。それなんかさ、写真撮りたいよな。そうですね。っていうか次、あ、いいのあるじゃん、ちょっと持ってて。はい、いいな。よいしょ、よし、ちょっと自撮ろうか。ごめん、よし、お、いけそう。短さ全然足りてない。一緒。まあまあまあいいよ、お前の可愛いとこ撮れたら俺それでいいから。なるほど。じゃあさ、一回さ、はい、昔に戻りたいなって思ったことない？まあ、たまにそれはあります。あります？はい、過去の過ちとかさ、清算しに行こうよ。多分 ね、 そうですね、俺の見た手だと結構悪いことしてると思う。それなんて。だから過去に戻って謝りに行こう。はい、先祖の皆さんに。先祖に謝ろう。さあ来たよ、ここなんか鳥さんがいるね。どうやらここ博物館みたいだ、ほら。わあ、すごいね、展示してある。恐竜だ、ちっちゃ。すげえな。じゃあ謝ろうか一緒に。昔の出来事に関して、はい、すいませんでした。はい、単位落としてごめんなさいわ。単位落としてごめんなさい。はい、
デートやるな。あれなんか紙があるよ。ちょっと、ね、持っとこうか。はい、これはもう回収しとこうか。後で忘れるといけないから。ちょっと喉乾かないか。そうですね。ちょっとな、トイレで水汲んでくるわ。ちょっと待って。お待たせ。これこのまま入って飲ませる男どう？嫌ですね。嫌だろ。だからさ、ただでは飲まさないよ。いやお前まさか、まさか。よし、来たよ。よし、こんなもんかな。よし、もういいだろ。あとはこいつで乾杯だ。乾杯だ。乾杯だ。乾杯。やめておけ。そこまでは求めてない。あー、君との時間もう終わりか。おいしいな。お、俺。うん。受け取ってほしい。ありがとうございます。あれ、こんなところにもう一つ。お、絵みたいだね。4枚のやつと比べてみよう。これなんだに、何これ、何これ。それ月ですか、それ。多分そうだよね。でこれハローってこれ何だろう、これ。どうやらこれ合ってる。これ何、この絵。これクダ。クダか、これ。で、え、サイですかってことは。付き合ってくださいですか。俺のターン。この4枚のカードを召喚。好き、合う、くだ、さい、付き合ってください。ごめんなさい。っていうっていうフィナーレね、はい、っていう感じで僕のデートを終了させていただきます。お相手しましょう。待ちました。すいません。 You're welcome Stranger。じゃあ、ガンドーさん、ピロマルさん、デート行ってきてください。いやー、ピロマル、今日会えて嬉しいよ、本当に。はい。ここどこかわかる？ここ反対の森じゃないんですか、ここ。これね、はい、林なんだよ。あー、なるほど。森と林の違いってわかる？なんですか。林は人工的なの、はい、森は自然的なの。だから、ここは自然じゃないんだよ。ここは自然じゃないんだよ。あ、ちょっと待って、これ何？不自然だよね。はい。これが林なんだよ。わかる？わかる？人工的に置かれてる可能性がある。わかる？これちょっと一回撮ってみようか。はい。ここ人工的な場所だから、振っても何も言われないの。おお。あ、ちょっと待って。女の子が襲われてる。ちょっと待って、女の子が襲われてる。これちょっと助けてあげないと。これでちょっと助けてあげないと。お前体張りすぎやって。大丈夫？お前50万のスーツ。大丈夫？大丈夫？これ8万のズボンなんだよ、これ。僕この女の子助けたよ。かっこいい。よかった、君にヒーローである僕を見せれて。自分で言うな。体張りすぎたな。ミラーフォースゲームって知ってる？聞いたことないです。僕が考えたから、じゃあやろっか。はい。2個の鏡とこのお絵描きのやつ、これが必要です。なるほど。ルールは簡単。僕が今からこのビンゴを引きまして、その鏡を使ってここを見て番号を。やば。当たったらやったっていう。じゃあちょっとやってみよっか。
はい、これを何の図やこれほんま。よう付き合ってるなこれ、この遊びに。上にアルファベット見える。 あります。強っ。でも見えてきた見えてきた。何してんの俺。気づいた。やっと気づいた。新規の扉の前に立ったかお前ついに。じゃあ次はこれ使った後もっか。ここに5個ずつ並べるから、俺はこっちの陣地、ひろまるはこっちの陣地で、これをこっちに持っていく。ん？で、1分間経った時にまだとんでもない多い方が勝ちっていう。これ勝ったら君に伝えたいことがあるんだ。よーい、スタート。ピロマルいいの？ピロマル、このまま君勝っちゃったら僕からのメッセージがないよ。フラグがストーリー進行できひんねこれお前。終わり。あ、同点や。これ同点の場合どうなるか知ってる？このビンゴの数字の足し算が低い方が。なるほどね。僕の番号を足し算すると116。君は25と50。その差76ポイント。とりあえずお試し期間として76日間、俺と付き合わないか。あ、ちょっと待って、君ってもしかしてキャラクターとか好き？はい。ちょっと待ってて。もう一回告白した。もう一回告白した。どう変わる結果。君の家にある日用品ティッシュ、僕になるよ。ティッシュ。ティッシュって紙でしょ。はい。ここから俺の髪の毛出てるんだ。いいよ、抜いてもらっていいよ。ちょっと遠慮しますねそれは。はい、というわけで無事に5本が終わりました。100均で30分この後楽しませたって言ったら結構すごい。いやすごい、ほんまにすごい。正直まあアイディア次第なんだけど、デートってどっちのプランがより魅力的だったか。いや確かにそれほんま最後発表してほしいと思います。それではひろまるさん、どっちに片思いしますか？私ははい、はい、やったー。じゃあ、花尾さんの何点でした？花尾さんが70点。おお、結構低くない？でも弁官さんが、はい、うん、50点ぐらい。あ、でも意外と良かった。俺20点としてる。10点か20点か、はいはい、1個だけ聞いて、俺のやつで良かったとこだけ1個欲しい。逆に、いや、やっぱり高い服を犠牲にしてまで女の子を。おー、あ、やっぱそこでしょ。あそこね。てかそれってでもさ、この企画の趣旨から外れてるよ実は。あ、そう、高いものを使っちゃう映画プランじゃないから。そうそうそう、普通にじゃあ映画行くか、こっちどっちがよかった？映画に行きたいです。マジで？じゃあ最善と最善に行くか、こっちどっちがよかった？実際に考えたら最善の方がマシ。じゃあ自分がもし弥生時代の人間とかでしたら、どうしても俺らって言ってほしい。どうしても俺らって言ってほしい。木の実集めるか、はい、さっきのデートどっちがやった？それはさっきのデートでしょ。あ、よかったよかったよかった。やだやだ、それ聞けた満足。それ聞けた満足、ほんまに。はい。